251回武井てる子チャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、私介護士資格取得のため授業を毎週金曜日朝9時から夕方5時までびっしり勉強させていただいております。今回第8回目でございます。やっと16回のうち8回ということで半分来ました。なかなかね、大変ですよ。朝から眠たいしね。そんでまあ今日はですね、睡眠に関する基礎知識、それとベッドメイキングの方法を、勉強しました。まあ睡眠って、なんか、レム睡眠っていうのがあるんです。で、これは浅い眠りで脳が比較的活発に移動しているということ。それとノンレム睡眠というのは深い眠りで脳を、体を休め疲労を回復させるっていう、まあ熟睡やわな。ほんで、だからレム睡眠ってちょっとこう、まあうとうとうとしてこう寝てるんやけど、完璧に寝てはないみたいな感じなんやね。だから、よくあの、金縛りってあるやんか。これはレム睡眠とよく言われるんですよね。だから、脳は起きてて活発に動いてるんやけど、あとこう体とか寝てて、その時にこう、目覚めの時に、すぐにこう、脳は活発に動いてるんやけど、体が動かないみたいな、その状態で、体動かんみたいな、金縛りやみたいな、皆さん経験あると思うけど、あれは、レム睡眠でしょうね。まあ、俺の後輩で、ね、その、金縛りみたいなのをって、とか、足元に女の人が立ってて、こうやって、パーッ、うわー、見てもうたーみたいな、いや、実はホテトル呼んでて、料金払うまで寝てしもたらしい。お金みたいに言われたらしい。俺もでもね、金縛りでね、なんかこう、なんかわからん黒いなんか人が、うわ、体動かんって黒いこうなんか、うわ、見たことあれなんなんやろなっていうのも、あるな。で、その、ノンレム睡眠って深い眠りで脳を体に休め疲労を回復させるって熟睡って。ほんでまあ年齢がいくごとにだんだん老人化された時、このレム睡眠とノンレム睡眠の何時間おきにこう交互にやってくるっていう。だからもう若い時みたいにもうね、12時間びっちり寝るとか、熟睡するとかいうのは年齢がいくことにだんだんなくなってくるって。そやな、10代の頃なんか。下手したら、夜寝て目覚めて夜やって、何と思ったら、次の日の夜、24時間丸々寝てたっていうのない？俺やっぱ10代の頃、あるわ。で、あれってすっごい体力使うらしい。24時間熟睡するって。だから若いからやろうな。俺はこの年になって、それはないわ。でも、何年か前、寝て、パッとも熟睡してパッと寝たら、うわ、夜や、一日経ったのって思ったらパッと見たら1時間半しか経ってなかった。あ、これがノンレム睡眠からレム睡眠に来たんや、みたいな。今なんかなんなんやろ。10時ぐらいからもう俺らぐらいの歳になったら寝えへん。ほんで、2時ぐらいに1回起きてトイレ行って、で、4時ぐらいにまた起きて、そっから、寝られへん、目覚めて。ほんでもうなんかね、ベランダ掃除してみたりとか、猫といろいろこう猫の餌こうしてみたり。ほんでなんか6時ぐらいの頭で寝たーってくんのよ。なんかみんな、俺らぐらいの歳ってそんなんじゃない？だから、なんなのよ、夜遅かったから朝早くてとか言うて、眠たい、辛いとか言うのはこの歳になったらなくなってくんな。その代わりまあ、昼ごっつい眠たい時とかいうのはあるわ。この授業を受けてる時でももう目開けてるけど寝てるからね。これでも先生がいろいろね、ノンレム睡眠とは、熟睡してることですよ、もんなら。今日なんかもう一瞬こう寝たことはあるけどね。
なんだやろな。だからこう、この老人とかが、まあ体の痛みであったりとか、そういうので寝れなかったりとか、それからまあ、ちゃんとこう疲労が回復していけ、だからそこで免疫力がなくなって、みたいなことで、まあ、睡眠は大事なこと。だからこう、お年寄りとかそういう老人施設でいてる方なんかは、それをこう、時間を測って、レム睡眠に入った時間、ほんでこのノンレム睡眠の時には、いい環境で寝れるように、みたいな、こう、それを観察っていう言葉はおかしいけど、それを見守っていくみたいな、やり方をしていくっていうので、そうやな。どう？皆さん、寝るとき、仰向け、こう寝る？それとも、こう横になる？それとも、こう、顔を下に向けて寝たりとか、みんなそれぞれあるやん。俺はこう、左向きや。ほんで、こう、抱き枕せんとあかんのよ。で、足もかけんとあかん。まっすぐこうとかは、寝られへん。なんなんやろな、あれ。で、ほんで枕もね、クッションの柔らかい枕を3つぐらいこうしとかんと、なんかこう、1個だけのこう、こんなんでこういうのは寝られへんわ。で、硬いのあかんわ。だから江戸時代のこんな木みたいな枕でこないして寝てんの、よう寝れたな、思うわ、俺。ね？なんかこう、ちょんまげとかあんなんがこうなるからかな？なんかあんなんいい？だから、そういう寝方とかみたいな部分もあって、さあさあそこで、実技に移ったんですよ、今日から。ほんでこう、介護施設のそのベッドね、介護用のベッド、こう、上下上げ下げしてたり、こう、マットがこう起きてきたり、足元がこうなってきたりするやつを、なって、シーツ交換みたいな。シーツをこう真っ白のシーツをね、どこそこにこう持って、こっからこう頭のとこから入れていって、ほんで横の隅のとこをピシッと三角に入れて、ほんで頭の方は三角に行って、こう横のクッションの角のとこにちょうどこう三角になるようにすると。ほんでピシッと行って、こっち側足元のところはまたピシッとやって、今度はここが直角にそのまままっすぐで、ここは四角になるようにする、みたいな。ほんで綺麗にパチッとこう、シーツが、敷かれるわけなんだよ。ほー。なんかね、それぞれのやり方がある。俺が今アルバイトしてるところは、こう、頭のとこでこっちとこっちをこう結んでこうするやつ、やり方もあったり、そういう風に折り込んでこっち側を、頭のとこを三角の折り目にして、ほんでこっち側は、この、切れ目に折った四角の折り目にするみたいな、ほう。さあ、それでは皆さんに質問です。なんで頭の方は三角で、こっちは四角なんでしょうかって言うから皆さん、考えた。あ、俺、あれちゃいますって。さよなら三角、また来て四角。この言葉からちゃいますの。俺、ええの見つけた。ほんで、これやほんで、さよなら頭、三角。ほんで、足、下のやつ。また来て四角。ですよね。あ、これが語源か。言うた先生が、違います。全然違いますよ。で、なんで頭の方が三角で、下の方が四角なのか。三角は、こう、折り目のとこがね。触れるようになってる。だから老人の人でもう目が悪い人で、ほとんどで目が見えない人なんかでもこう、自分が頭はどっち向きかっていうのを三角のとこをこう触ったら頭の方っていう認識があるから、ほう、みたいな。ほんなさよなら三角、また来て四角見つけた俺、すんごい恥ずかしいんだって。でもさよなら三角、また来て四角はどっから来たんやって。思うんやけどね。ね、まあ、こう寝てる老人をこう起こし方の基本とかね、力でこう起こすんじゃなしに、足を膝を立てて、この膝をこういう風に行った時に、こっち側でこう、頭からこう、ね、手を突っ込んで、ここで足をこう持ってきて、たんとこう直角に起こすみたいな。ほう。なるほど。みたいなね、今日勉強させてもらいましたわ。だからなんか、一日があっという間で、まあまあ、午後からちょっと1時間ぐらいは、レム睡眠とか言うてるときは、もう、こんな
んで寝てたからね。でも実技になったら、まあ、時間が過ぎるのは早かった。で、まあまあ、いやいやみんな片付けて、それでは今日の授業は終わりますが、まだちょっと時間があるので、皆さんに、1分間スピーチみたいなことをいきなり言うたのよ。やっぱりこういう老人といきなりね、こういろんな世間話したりせないといけないんで、皆さん、ね、アドリブで1分間何でもいいから好きなもの、自分の、好きなことみたいなことで喋ってくださいみたいな。ほんで1番目の人が、女の人は私ペットが好きでワンちゃんが最初は嫌いなって。だった犬はあんまり好きじゃなかったんですけど、子供が犬が大好きで、そんでまあ一匹飼ったんですけど、それで私もだんだん情が入っていって、でもその、ワンちゃんが去年ちょっと亡くなって、その時子供が元気がなくなったんですけど、でもそのワンちゃんのために、もっと元気になろうねって、そんな落ち込んだらダメだよ、みたいな子供もそうだって、このワンちゃんのために、みたいな。いい話するかな、思いながら、ああ、みたいな。で、次、じゃあ、武井さん、みたいな、見とけよ、俺の。僕は好きなものっていうか、好きな食べ物ですね。まあ、明日死ぬとなったら何が最後に食べたいっていうと、僕は石井のハンバーグですね。あの茶色い子供の時からもあれ大好きですよ。石井のハンバーグ。なんでも今の年になってもこの好きさ加減は全然変わらないですね。石井のハンバーグ。死ぬ前に。何が食べたい一つだけって言ったら、いや、やっぱり明日死ぬとだったらね、なんか物を喉通りませんよね。みんな、はみたいな顔、みたいな感じで終わったけど、まあまあ、俺も1分でパチッと終わって、なかなかいいんちゃうか、他の人もまあまあ、まあ素人さんやし、みたいな。じゃあ次の方、私ね、韓国ドラマが大好きで、旦那と韓国ドラマ見るんですけどね、絶対韓国ドラマ見るときはビールとかウイスキーとか飲まない。もう焼酎だけ、韓国だけに、みたいな。うまいわな。で、まあ次の方、私ね、ピアノが大好きで、4歳の頃からピアノやってたんですよ。でもね、ピアノをやりながら大人になって、クリーニング屋もやって、ピアノだけで食べれないからクリーニング屋やって、でもピアノだけで食べていきたいっていう夢もあるんですが、でもやっぱりピアノというのはなかなかそれだけで食べるのは難しいことで、私は両立してるんです。でもピアノっていうのは音楽という宗教でございます。言葉のいらない、宗教でございます、みたいな感じ。みんな俺を超えるなみたいな感じにみんななんかうまいねほんで私ね息子がいてまして、その息子が9歳の息子がいてるんですけど、やんちゃでね、ほんでもう学校とか行ったらおとなしい、家帰ってきたら甘えもあるんですけど、すっごい言ったらいかんような言葉、荒っぽい言葉言ってきたりとか、もうそのストレスで私が助かってるのはお酒を、もう、キッチンで料理作りながら横で酒飲む、酒がもう最高、その時はもう息子も忘れれるのみたいなみたいな、楽しいお話するなぁ、みたいな。ねえ、じゃあ、何々さんで最後、私、孫がいてるんですよ。孫がいてるんや。もう、孫を抱くのがもう唯一の楽しみで、ただ、私ね、風呂入ってきてって娘が言うのよ。孫を抱くのやったって、娘の娘ですよね、孫は。娘が言うのよ、失礼。だから、お風呂入ってね、娘の家行って孫抱こうと思ったら、風呂入ってて、もう入ってきたわよ、失礼な。みたいな、うん、わぁ、みたいな。俺を超えるな。みたいな、みんな、話するかな、みたいな。やっぱり、なんかこういうとこ志そうとか、こんな資格取ろうとかいう人は、やっぱりこう自己表現というか、そういうのがやっぱ仕事さんでも、まあそういう話をこう、ちゃんとできるんやなって思って、ちょっと、感心しましたわ。次回も頑張ります。さよなら三角、また来て四角。はあ。チャンネル登録、いいねボタン、拡散、コメント。